今日は火曜日です。1週間お兄ちゃんがお休みで、2週間目にお姉ちゃんがアデミになりました。もう熱は下がって、あとちょっと口内がかかりできて、保育園にはまだ行けてないです。なのでタクトレ頑張ってます。もう今ストレッチ。さあ今日も1日頑張りましょう。おねんねタイムの間にご飯できました。今日はビビンバとさっきのひき肉で、これがかぼちゃとさつまいもと唐揚げ、それでこれが2時間頑張る息子ちゃんの塾の前のご飯です。さあ塾までちょっとゆっくりします。キムチ中はオートミールでございます。トータル4時間ぐらいしか寝てないんじゃないかな私。でもしんどそうなので、まあイライラはなく乗り越えられそうということで、今コンビニに向かって歩いてます。朝散歩、これもリフレッシュになる私の。そしてこちら、まあ久しぶりの味する。早く直そうね。下の子は今からお昼寝するんですけど、なかなか寝れなそうです。ねえねえねえです。上の子はやっとご飯が食べれるようになってペヤング食べてます。体調悪い時こそさあそういうの食べたがり、
食べれるものを食べてもらうシステムです。早く直れ早く直れ早く直れ。ご飯 100g、 100g より90g にしたら、これ子供じゃわないけど110ぐらいかな。さてご飯おいしい、食べれたよ食べれたよ。あとちょっとや、あ、治り。アイス食べたい。置いたら起きちゃいました。よいしょ、ちょっと元気出てきたね。これは？半身浴に行ってきます。やっとインフルエンザから解放されて、今日は寒いので半身浴をしています。